国部は漢字を部首により分類したグループの一つ。後期時点214部首では150番目に置かれる。国字は山と山の間の境道あるいは川を意味する。節問会時は穴から水が半分ほど湧き出している様子とするが、小文字の研究から下部の口は両側から山が迫った渓谷の入り口であり、上部の二つの鉢は谷口から平野部に、 水が流れ込む様子にかたどるともされる。また、国字は深い穴や、深宮の穴くらいを意味したり、国に通じて、穀物を意味したりする。さらに、形容詞としては苦境に陥る様を表しており、和訓では、極まると読まれ、身体、入れ極まるという熟語として知られる。変貌の意図としては、三夜に関することを示す。また、勝負としては、欲。 俗といった字の音を表している。国部は蒸気のようなイフを構成要素に持つ漢字を収める。天書や古い会書では3.4画目も1.2画目と同じく8のように間を空けて書かれていたが、現在はくっつけて一形で書かれることが多い。また、中国で国字は国の関体字としても用いられている。谷、ありがとうございます。